本日は千葉と茨城の海へ釣りに行ってみたいと思います。寝るまで仮眠を取りました。風が若干吹いて雨がぽつりと落ちてきました。でも気温が18度もあります。お魚さんの活性が上がるかもしれません。竿を出してみることにしました。朝食です。
無事に帰宅しました。それでは、チョーカをさばいていこうと思います。鱗をできる限りそのままの状態で、柵取りしてまいります。すき焼き風です。